プン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 。なんだ？プン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 。なんか怒ってるか。怒ってるよ。それかなんか匂ってるか。怒ってるって言ったら今。あ、匂ってる。匂ってる。怒ってるって言った。はい。腹綿が煮えくり返ってそこから温泉が出て観光都市になりそうだよ。疲れに行きたいわ。おい、今日はマジで俺怒ってるからな。怒ってる。ちょっと山本さん。はいはい。問題が多すぎますよ。はい、どういうことでしょう。これはね、本当にちょくちょくラジオとか、はい、この YouTube で言ってますけど、うん、山本さんの良くないところ、はいはい、何だと思いますか。良くないところ、はい、あー、ちょっと面白すぎるとかあれですかね。はい、車で引いちゃいます。なんでそんなこと言うの。めったなこと言わないで。おっかね。なんだお前、乗ってる人を引くってどうやんの。内側にこう車が自分で自分を食らうみたいな感じで。竜のごとく。そうですよ。いい加減しなさいよ。あ、ちょっとかっこよすぎてね、結婚相手選ぶのに、迷ってるっていうところですかね。3つに割いて斜め45度に上げようかお前を。はい、斜め45度じゃないんだよ。3人組だから。やっぱり一番ひどいのは、うん、忘れ物。あ、忘れ物ね。めっちゃ多い。確かに俺めっちゃ忘れる。この携帯の充電器やら、そもそも携帯電話やら、そう、スーツのバッグやら、そういうこと。僕一回忘れ物センターに取りに行った時に忘れ物したことあるからね。そうでしょ、その場にまた置いてくるっていう。落語ですよ、落語。落語だよね、本当に。それ一回やったことあるのよ俺。いや、それだからあなたもあれですけど、一緒にいる私に迷惑がかかるんですよ。あ、なるほどね。要は、うん、現場が終わって、うん、帰ろうと思ったら、うん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 、営業先ですよ、うん、地方行って駅向かう時に、うん、充電器忘れた。それ誰ですか。あなたですよ。こんな感じですよ。それ誰ですか。私から聞いたら、あ、充電器忘れた。充電器忘れたの。いや、そんな、なんで俺そんな声なんだよ。俺の真似しなくていいんだよ。忘れ物が多いんですよ。うん、どういう声で言ってんの俺が。忘れちゃったよ。それちょっとお前入ってんじゃないかよ。忘れちゃったの。お前は自分の声でいいんだって。大足のジョナサンに取って聞いてもらおう。お前はお前の声がナチュラルなんだから、っていうのは俺がバカにする分にはいいけど、自分でやるの変だからね。いや、だから忘れ物がとにかく多いんですよ。まあ多いね。いいんだけど、あと一個困るのがね、うん、乗り遅れ。あ、乗り過ごしな。乗り過ごし、うん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 、そう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 、うん、これちょっと前の話なんですけども、うんうんうん、仕事があって、うん、その時いたのがまあ名古屋にいたんですよ、うん、そこから夜福井県に移動しなきゃいけないと。そうだね。で、その名古屋の仕事がまあ例えば5時までに終われば、うん、早い時間の新幹線で行けますと、うん。で、山本さんはもう焦ったわけですよ。もう早く次行きたいから。そう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 。なんなら他にいた演者さんね、うん、長野さんとか、長野さんね、サンシャイン池崎とかに、うん、ちょっとあの次行けたいんですみたいな、うんうんうん、でみんな優しいから、うん、なんでだよって言いながらも、うん、早く送り出してくれたんですよ我々は。まあ巻いてくれたりとかして、ね、そうそうそう、うんうん、で早い新幹線に乗って福井県に着いたんですよ、うん、で駅からその泊まるはずのホテルまで、うん、結構距離があったから、うん、降りてくる山本さんを待って、うん、一緒に行こうと思ったら、うんうんうん、プルルルルプリルルルルル。あれ誰からの電話だろう。もじもじ。関ちゃん。関ちゃんなんか。ごめん。折り過ごしちゃったよ。ごめん。先行ってて。ほんだら。わかったよ。なんでお前が太ってる。大高のマイケルに乗せて行ってもらうよ。さっき。大足のジョナサンだったけど、それないよと。俺サバエで降りなきゃいけなかったのが、そうだよ、寝ちゃってて福井駅だな、まあ、出ちゃったのよ。そうそうそう、うん、でちょっと前も、うん、新幹線で行かなきゃいけないのに、うん、向かいにあるホームの新幹線に乗ってで降りたら山本さんが来てないと。そう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 。でどうしたんですかとか、あのスタッフさんが、うん、山本さんから連絡があって、うん、すいません、なんか明越妙高止まらないの乗っちゃって。上越妙高な。妙越妙子、なんでそんなことがっつって、なんでスタッフさんがなっつったの。そんなことがあるんですよね。全員やべえやつじゃないのぶとい子になっちゃいねえの。お前が言ったの。雲大雲の拓郎に糸で引っ張ってもらえばいいんじゃない。友達がメルヘンすぎるだろ。なんで大凧とか大雲とかがいるんだよ。それでそれでよ。でスタッフさんと俺は、うん、山本さんが来ないとロケが始まらないから、うん、そうだね、停車する次の新幹線の駅まで向かい行こうと、はいはいはい、結構な距離を、そうだね、向かったです車で、うんうんうん、で山本さんも時間がないからっつって、うんうん、泊まった時からタクシーで、そう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 、パーキングで待ち合わせしようと、うんうんうん、お互い遠い駅からインターチェンジね、インターチェンジで待ち合わせして、うんうん、そこで山本さんを拾って、うん、そう、じゃあロケ行こうって言ったら、うん、へえ、どうしたのって、ああ
さっき乗ってきたタクシーのトランクにキャリーケース入れたまんまだったっつって。マジで。マジでチーンですよ。で運転手さんなんつってたの？運転手さんは、うん、ああ儲かったな。で盗む気なんだよ。キャリーケース手に入れたぞ。盗む気なんだよ。よし。バサバサ。クロマグロのタツオヤブのところに売っ払っちまおう。バサバサ。あ、大足のマイケルが来たぞ。いやだからこのようにですよ。どのようにな。ダラ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 喋りやがって。今の一連の話を聞いた通りに。まあね。ちょっとミスが多いんだよね。これも本当にやっぱダメですよ。そうね。例えばなんですけど、上越妙高に10時5分に到着するとしたら、うんうん、まず目覚ましってかけてるんですか？目覚まし？そう。目覚ましなんてかけてない。どういうこと？だからダメなんだ。目覚ましって何？上越妙高で10時5分に到着するんだったら、うんうんうん、10時1分とかにかけとかないと、目覚ましをかけてないとダメなんですよ。携帯じゃ足りないでしょ。あ、まあ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 、そう。携帯だけじゃ起きないでしょ。なんでもう今日は本当にその遅刻とかのペナルティとして、アップローチ買います。うんうん、買いますって何？山本さんのアップルウォッチを買いに行きます。俺のアップルウォッチ？はい、自腹で。いや俺時計さ結構ほら高いのこれも買ったし。ロレックスは10時5分になりますか？ならないのよ。これじゃあダメです。目覚まし機能ついてないのよ。私これ今してますけど、残念ながら、はいはい、私のこれはですね、はいはい、目覚まし機能がついてまして。あ、そうなんですか。はい、なのでちょっとアップルウォッチ見に行こうじゃないかと。いい賛成ってことね。いい、そのいいじゃなくて、いやのいい、結構です。はい、ノーセンキュー。でも、うん、もう、向かってるんですよ。向かってるよね。なんか家電量販店近辺に向かってるの分かってる、はい。着実に向かってるんです。うん、あ、すぐ、カツアゲされた場所じゃないですか。そういえば。そういえば、新宿のここ、すぐカツアゲされたところ。おい、呼んだのか、あの3人。首都高に乗らない。首都高に乗らなきゃ。ないですここね、首都高は。ああ、もうあそこだ。あそこ刈られたとこだ。あそこ刈られたとこでしょ、ちょうど刈り場だ。お前の涙で植物が育ったと言われてる。そうだ。あそこだ、怖い。そうね。マジでこれさ、はい、あのパターンと一緒じゃん。 Mac 買いに行こうっつって MacBook 買ったパターン。いや、それはあなたが欲しいからです。今回はもうこれはアプローチという名の手錠ですから。それと同じルートを地下の駐車場を行こうとしてる。はい、俺この時まだマクドナルド行こうとしてたって思ってる時だから。そうでしょ。これ下ってる時は今回なんか言うだけいい方ですよ。事前にってことな。どこに行くかちゃんと言ってんだから。 ATM の場所も調べてあるから。ATM な、前回も行ったな、そういや。はい、というわけで、車を止めまして、今回新宿に来ております。目指すは、ビッグカメラ。軍資金は、10万円。でもお金持ってないよ、その10万円。どうするってんだい。ATM の前に今来ています。いい加減にしてくれよ、もう。なんでこんなとこで。なるんですか、これ。え？これなるんですか？いや、なりません。10分後にとかはなりません。これあなたの血圧測ってくれるんですか？測ってくれません。これ測ってくれるの？この子は、俺がずっと座ってると、関さん。うん、ちょっと今立ちませんかと。そんなことまでやってくれます。あ、本当に。ちょっと太ってるし立った方がいいんじゃないですか。おうおうおう。で一回立ってこうやって、おうおう、できるじゃないですか。でもこれ買ってからみるみる太ってるけど、お前甘やかされてる。甘やかされてるよね。全部こいつがやってくれてるから。関さん、スイーツでもいただきませんかって言ってんじゃないの。あ、食べたくなかったけどそう言うなら。おかしいだろ。引っ張られてるから。こいつに太らされてるっておかしいだろ。いや、もうこれカツアゲよ。もうカツアゲじゃん。カツアゲ10万おろしこいつ言ってんだよ。カツアゲじゃ取るんじゃねえよ。ほら、それ言ったらもういよいよ違法行為じゃないか。もうさあ言ってくれよ。お願いします。いくら？一応ですけど、うん、5あれば。5でも分かんないけど。5って何？モデルによってあるなしがあるから、まあ、そう、なんか聞くよね、そういうふうに。すいません、うん、10お願いします。10 すいません、最悪だ。いやもうよくない。拉致だよ、それも。この距離の拉致。いやいやいや、これ何。いや、言葉巧みに引き出せよ。なんで、ほら、肘でオラついたら終わりだもん。何。いや、10でしょ。10、はい、10。いや、やめな、こう YouTube であんまりこういうお金の見せる感じ、パンってやるけど腹立つ。パンってやるけど腹立つな。うん、オッケー。オッケーなの？いやー、やだな。いや、もう泣けなしよ、マジで。
じゃあこれを10で買うでもいいけど。嫌だよ。なんで中古買わなきゃいけないんだお前の。これを10でもいいよ。意味わかんないよ。お前の汗まみれ、油まみれの。これでもあれよ、藤田ニコルちゃんが誕生日プレゼントでくれたやつよ。ああ、じゃあなおさら売っちゃダメじゃん。俺そういうの売るタイプ。いや、よくない。ちょっと待って、お前財布もあったよな。財布もあるよ。財布お前なんかセリーヌの可愛いのあるよな。可愛いでしょ。これどうしたんだっけ。これ藤田ニコルちゃんにもらった。紐じゃねえかもう。極太紐。俺藤田ニコルになりて。俺って言わないで。じゃあ俺って言わればいいよ。うち、うん、うち藤田ニコルになりたい。なりたい。行くってほんで。行ってみましょう。何もうマジで。はい、というわけでビッグカメラに来ました。最悪さん、最悪。そんな音の出ない時計してないで。いや音出なくたっていいじゃん、これかっこいいんだから。なんで今回は、うん、マジで、うん、自分行ってきます。いいよ、市原隼人。市原隼人挨拶聞いて。今回は、うんうん、自分行ってきます。いいよ、ダセー。あ、そのダセーつった前に俺芸能人の名前言っちゃったな。そういうところもこういうせいだから。これだったら言わないでくださいって言うから。失礼しました、失礼しました。そうでしょ。あ、事前に止めてくれるんだ。そうなんですよ。あ、それは確かにな。ちょっと、うん、金ください。カツアゲだよ、もう。お前、あの町、あの時でこれこうやられたはずだろ。いや、やられましたよ、うん、すぐそこでやられたからやり返す。負の連鎖だ。争いがなくならないです、これだと。もう、そろそろ道行く人がちらほら見てます。見てるな、確かにな。そんな中、お金をください。あんな人いるとこでさ、金の受け渡し、よくないよ。なんかこれだと俺、上納してるみたいじゃん、毎月毎月。ちょっと座って一回。軽くちょっと座って。そう、よくないってこの絵。この絵はよくない。さすがによくない。このコンビ同士でお金やり取りは、一人がひざまずいて、これもよくない。よくない。今月もありがとうございました。よくない、よくない、よくない。こういうコンビだと思われるって。でも、ね、本当にこれはあの大事に。いや、1000円そこらでさ、俺たちはさ、ハンバーガー食べてさ、再生数稼ぐようなユーチューバーたちじゃん、我々は。だけどさ、あのこうやって10万も使ってさ、お金もうアップルウォッチのアーぐらい買い始めてると思うな。もう買い始めてるだあいつな。俺さ、いやいや、市原隼人みたいなやつダセーな、ダセーなって言っちゃう。いや、いいよ、じゃあ任せて。絶対今後もう遅刻ゼロになるから。これで分かったよ、行ってくるわ。じゃあね、待ってて。頼むぞ、本当に最悪だよ。あ、いやー、どうしようかな。予算的にはまあこれだったら山本さんも納得かな。まあ王道のやつでいいか。あー、結構いろんな機能ついてんだな。これにしましょうか。 OK、 買います。いやー、これでいいけどな、十分だけどな。あー、もう来たよ。いや、来た。前の綿あめと同じ掲げ方してるよ。何なんだよこいつ、マジで。売ってた。いや、売ってたじゃないんだよ。いや、買った。外せ外せ。いやいや、これもこれでいいやつだから。別に外せ外せ。買った。ちょっとここだとみんなに羨ましがられちゃうから。いや、これの方が値段的にはいってんのよ。ちょっと移動しよう。移動しますか。おう、いや、買いましたね。いや、マジか。これでついに生活が激変しますよ。うん、する、はい、マジでもう、うん、あの結婚はしなくていいです。え、どういうこと。もう全部やってくれるんで、アップルウォッチが。はい。え、そのシステムが分かんないけど。もうあなたがお困りのことは全部やってくれますから、うん、いや、別に俺困ってるから結婚するんじゃなくて、はい、愛してる人と一緒にいたいから結婚するんだけど。あ、建前はそうですけど。え、実際は。実際はそんなことないんで、別に全部全部サポートしてくれます。お腹減った、例えば。はいはい、お腹減ったな、私を食べてください。アンパンマンじゃねえかもう。あ、眠たいな、私が代わりに寝ます。迷惑だよ。あ、お笑いで売れたいな。本当ですね。もうぶん投げてんじゃないか。なんだこいつ。そ腹立つ。それがもう全部やってくれるから。ね、めっちゃ可愛いんだけどそいつ。そうでしょ。めっちゃ可愛い。メロメロよもう。本当ですね。ご主人様。もう山さん、気づけばもう。めっちゃ可愛いそいつ。ベッドだってお風呂だって。なあ、売れねえよな俺たちな。本当ですね。ああ、可愛い女の子、俺と結婚してくんねえかな。本当ですね。本当ですねっていうやつじゃん、それも。アップルウォッチじゃなくて、昔のお祭りに売ってるやつじゃん、それ。賛同機能。本当ですね。納得してくれる、全部。アップルウォッチさえあれば。はい。
さあ、というわけで、到着しました。はい。宮本さん。はい。開けてみますか。どうぞ。いやー、もう。え？え、軽くね？アップル？え、ちょっと待って。はい。え、こん、時価？もうラスト1個でした。あ、ラスト1個？はい。本当はもっといろんなモデルがあるんで、うん、ちょっと容量大きいのとか、うん、GPS セルラーとか考えたんですけど、うんうん、ちょっと店員さんに聞いたらもう今これしかないってことで。え、ちょっと待って、箱とかは？箱も入ってますよ。箱入ってる。え、ちょっと待って、いい開けて。どうぞどうぞ。ビッグカメラだよね。そうですよ。開けます。どうぞ。え、何これ？え、何これ？アップルウォッチ。アップルウォッチっつっちゃった、これのこと。これのことアップルウォッチって言ってるぜ。ウォッチアップルかな。いやいや、その順番かどうか知らないけど。これ何ですか？アップルウォッチ。いや、だからアップルウォッチって言ってるぜ。いや、これ、関さん。はい。あ、ごめん。どうした？俺の思ってるアップルウォッチ違うわ。どういうの？俺の思ってるのは、アップル社の、うん、あの、時計、スマートウォッチ。あー、それアップルウォッチでしょ？うんうん。これは、うん、アップルウォッチ。一緒じゃないか。ちょっとは変えて。山本さんが言ってるのは、うん、スティーブ・ジョブズのアップルウォッチ、アップル社の、うん、はいはい、いわゆるこれでしょ。あ、はいはい、それそれそれ、これがアップルウォッチでしょ、うん、お前のは、俺が言ってるのは、うん、アップルウォッチ。いや、だからこれのことアップルウォッチって言わない。これのことはちゃんとリンゴタイマーっていうのよ。ああ、リンゴタイマーとも言うのか。これリンゴとも言うのか。おい、はい、10万返せよ。10万。いや、10万は返せないよ。なんでだよ。ヤクザじゃないか、理屈が。もう、おい、いや、お釣りは返すけど。お釣り、おーおーおーおお。はい、じゃあまず、うん、99,000円。お釣りが99,000円と489円。お前なんで10万渡したんだよ。はい、なあ、どうぞ。なんで10万もらったの、俺から。これどうやってつけんの、これ。だからセロハンテープで腕に巻いといて、うん、99分まで測れるから。東京から名古屋で1時間半ぐらいでしょ、うん、で90分まで行けるから、うん、でそれを乗った瞬間にセットして、うん、で、あと鳴った時に起きればいいやつだから。意味わかんねえから。それ見せて、はいはいはい、わ、いいな、俺も欲しいな。いらないだろそれ。なんだキッチン、リピート機能ついてんじゃん。は？リピート機能。なんだリピート機能って。止めてもしばらくしたらもう一回鳴り出すんだよ。迷惑だよ。一回止めたんだからよ。なんで勝手にスヌーズしてんだよ。ちょっとじゃあ開けてみるわ。俺に開けさせねえんかい。ちょっとじゃあなあ、お前、アップルウォッチの開封動画それ。よー、ちょっとじゃあ出しましょう。うん、511円。あ、すごい。何これで氷作ってウイスキー飲める。いらない、いらない。アップルの、いや、リンゴタイマーの氷、うん、いらない。うわー、ちょっとどうする、何秒にする最初。いや、別に何秒でもいいんですけど。ちょっとつけてからにしよう。ごめんごめん。どういうことどういうこと。買ってきたから。何を。テープ。テープって何。テープって言っちゃってんじゃん、もうバンドじゃないじゃん。そのダサい時計を外せ、ロレックスね。うん、はい、ロレックスじゃ遅刻は治んない。ちょっとテープ用意したから。何テープって。これでちょっと腕に留めよう。うん、あ、いいテープだね。何それ、見て。うん、チェアーズ、飲みに行きましょう。だって、はい、乾杯って意味な。乾杯って意味だ、チェアーズは。おー、チェアーズベルトだ。ちょっと腕出してじゃん。何腕出してって、もうちょっと自分でやってんじゃん、とこ止めて。おー、押すな、お前。いやいや、何押すな、何まだまだ早いぞ。何これ、こうそうだね、はいはい、あー、これがいいね、はい、こっちの方がいいか、こっちの方が腕に身がなってるっぽくていいな、うん、いいよ、どうだって別に。なんだこれ、俺10万円出して、よいしょ、ただ、うわ、お金崩しただけじゃないかよ。アップルウォッチだ、ちょっと。なんだこれ。もう一個止める。おい、腹立つ。ちょっともう一個下の方止めろ。何ちゃんとほら、あ、ランニングするんだろ、これで。死ねえよ。うわー、かっこいい。出せー。かっこいい。意味わかんねー。うわー、モテた。はー、モテた。嬉しい。いや、嬉しくない、別に。じゃあちょっと10秒セットして、この10秒で、うん、今後遅刻しないっていう宣言してもらいましょう。お願いします。はい、まず新、いや、使いこなすじゃなくて10回押しただけだ。まずね、うん、これを新幹線の中でやるの嫌なのよ、これ。ピー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 を、この10秒だな、うん、これをやるのがもう迷惑なのよ、めちゃめちゃ。それは在来線でやってください。事前にってこと。そうです、乗り込んだら、あとはもうピッと押したらもうあと寝ていいから。で、ちゃんとその遅刻したことを今度しませんっていうのを。遅刻というか、10秒以内でお願いします。それでは、はい、よーい、スタート。はい、今回私は、この、Apple Watch をゲットしたことにより、もう寝過ごすことなく無事目的地で降りることを誓います。ありがとうございます。
短え。全然10秒じゃ収まらねえ。あ、ちょっと聞かせて。うん。いい音だ。いや、これ、これそんな、あの、綺麗ね。真空管とかで出てないからさ、ねえ、うるせえ、ずっとなるじゃん、こいつ。手回しオルガンの音。いや、そんなでね、桃井かおりさん。何？桃井かおりさん。やだ、すごくいい音。背骨に響くわ。いや、気持ち悪い。いや何もうこれめっちゃ迷惑。おめでとう、本当にいいなあ。あげるよ、あげるあげるあげる。いやでも俺交換しろ交換しろ。いや俺偽物つけてるから。こっちが本物なんだよ。こっちが偽物。恥ずかしい俺は。これってさ、やっぱ1日1回ぐらい充電しないとダメなのよ、でも山本さんのアプローチは、1日30秒アラームを鳴らした場合よ、1年間持つ。そんな持つの。そんな持つのこいつ。すげえな。すごいね、やっぱりめちゃめちゃ持つね山本さん。はい、おめでとう。じゃあ俺も帰りたいからさ、降りてくれる？言い方なんだ、もう勝手に連れ回しといて。ちょっとじゃあせっかくだからさ、はい、街ぶら楽しんだよ。はい、帰るよもう。気をつけてな。はい、ありがとうな。またな。バイバイ。でもちょっとかっこよく見える。またな。お、またね。またな。バイバイ。バイバイ。